日本,日本語コンテッペイ。日本語コンテッペイ。子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか今日はちょっと気がついたことについて。はいはいはい皆さん元気ですか日本語コンテッペイ Z。あのー、僕が一番まあ ある意味リラックスできるる場所、ね、ある意味一番、あのー、素の自分でいられる場所、ね、素の自分と言いますね素というのは何か、あのーまあ、あのビネガーじゃないですよそっちじゃなくて、あのー、素の自分、ね、素の自分というのはちょっと本当の自分みたいな意味ですね素ね、えー、うどんあるでしょううどん。 でうどんはいろいろなうどんがありますよねあのまあ天ぷらうどんとか肉うどんとかでいろいろなものがトッピングされてるとその天ぷらがトッピングされてる天ぷらうどんとか肉がトッピングされてる肉うどんとかであの酢うどんというのがあるんですね酢うどん酢うどんというのは何もないただあのまあちょっとネギだけみたいなねはい その場合は、まあ、かけそばと言いますね、それをね。れをちょっと違いますね。でも同じです。酢うどんかけそば。なんか何もトッピングされてないものね。まあとにかく酢というのは何もない。ね、なんかメイキャップをメイクアップを全然してない化粧してない女の人が自分のことをすっぴんとか言いますね。私今日すっぴんだからとか。まあもちろん僕はいつもすっぴんですけどね。化粧しないからね。 すっぴんだけどすというのはその何もないすっぱだかって言葉もありますねすっぱだかね裸あの何も着てないすっぱだかすというのは本当に何もない状態すの自分というのはいろいろんかメイキャップしてない状態何も着てないね裸の俺みたいな裸の自分を見てくださいみたいな生まれたままの姿を見てください、ね、まあまあ、まあ、そういう意味じゃなくてね 落落ち着いて落ち着着いいてて皆さんとにかく日本語コンテッペイ Z はちょっとある意味リラックスできるあの僕にとっては大事な場所ですね。これはあの日本語コンテッペイオリジナルの,、まああのオリジナルをルーツに持つ、ね、後継者というか日本語コンテッペイ Z がこれがねここがですよここが本当の日本語コンテッペイですからね。とはいえ日本語コンテッペイにはたくさんの子どもたちというか。 たくさんの,あの兄弟というか、ね、いろいろありますよね。ビギナーポッドキャストのりこさんとのポッドキャストいろいろビザールストーリーとか復習とかいろいろありましたよね。そして最近ではゴーとスリープ、ね、この双子あの、まあ、僕は好きなコンセプトですけど皆さんどうですか好きで,すか、はい、で最近まあポッドキャストチャンネルが増えたこともあってかなりある意味忙しいんですよねある意味ね。 ある意味というのはまあ僕は忙しいのが嫌いじゃないしそもそも好きなことをやってるんであのそれに関してあ「あ忙しい忙しい」なんて言うなんてナンセンスでしょじゃあやめればいいじゃんってなりますよね。僕はやめたくないし自分でやりたいことをやってるんであの全然その問題ではないんですがまあそれでも時間がないという意味では本当に忙しいんですよ。朝起きててポッッドドキャストアップロードして でまあレッスンして時間があったらポッドキャスト撮ってまたアップロードして、まあ、そういうのを繰り返してますよねチャンネルが増えたんで作業も増えるわけですよねやらなければいけないことが多くなりましたでいつもいつもねあのタイトルでは「その日本語コンテッペ、ね、あの日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト」って言ってますよね。日本語学習者の皆さんをいつもいつつもも応援するぞ 今日も日本語学習者の皆さんを夜応援する今日も日本語学習今日も皆さんを応援するミュージア援する一日何回言ってるのかなっていうぐらいあの繰り返し繰り返し日本語学習者の皆さんを応援するポッドキャストと言い続けてるんですね。でちょっと気が付いたことがあります。 僕は一体何をしているのか、ね、一体これは何なんだこれは何ですかというのをちょっと考えてみてあの僕は「応援する」という言葉を使ってますねあの少なくとも「応援する」っていうことは自分のためじゃないですよねはいこのポッドキャストを作るのは自分のためですかいや最初に言ったようにさっきね最初に言ったように僕は好きだから やってるんで、まあ、確かに自分のためとは言えるんですが、基本的にはですよ応援する誰を誰を応援しますか？皆さんを。だからやっぱり自分じゃないんですよね。あのー、これはやっぱり皆さんのためにやってるわけですよ。まあもちろん皆さんがねそれであ,あ先生感謝しますと言わなくてもいいんですよ。勝手にやってることなんで。 あのちょっとねここは誤解がないように僕は皆さんのためにやってるけど頼まれたわけじゃないんですね皆さんのうちの誰かが「先生ポッドキャストやってください」まあたまにそういうことは聞くけど基本的にはまあ誰もそんなことを言ってないし言う必要もないんですよね誰もそんなこと言わなくていいんですよ僕は勝手にやってるから勝手に皆さん応援してるんであのまあお金も取ってないしね お金も取ってないし、まあまあお金をもらってるんですよね。何人かの人にお金もらってるけど、基本的にはお金をもらってないでしょ。その無料で聞けますよね。だから勝手に応援してるんですよね。僕はあのサービスとしてやってる。そのサービスというのが、そのプロダクトとしてやってるわけじゃないんですよね。その誰かがお金を払って先生ポッドキャストを5個作ってください。はい。 じゃあ50ドルですなんそんなことはやってないでしょ勝手に僕は皆さんを応援しててあのー、たくさんの人にたくさんの日本語学習者が日本語上達するといいなと祈ってるんですよねあ今僕なんて言いました祈ってるって言いましたよねそうなんですよねなんか気がついたんですけど なんか僕は一体毎日何をしているのか、ね、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャストって毎日言ってるけど、なんかなんかこれ祈ってるような感じがするんですよね。祈ってるね。まあ誤解を恐れずに言います言いますとまあ僕はそんなそのまあ宗教深い人間ではないと思いますね。宗教に興味はありますよ。宗教的なものはいつもいつも僕の興味。 で、あのまあ僕は哲学とか宗教とか好きですから、あの興味はすごくある。でも、まあ僕は教会に行ったり神社に行ったりしないですよね。どちらかといえば、まあまあうんまあちょっとこうなんていうかな <laughs> なんていうかなまあそのあのなんていうの子供の時も神社神社をこうあんまり尊敬してないような態度を取りましたよね。 あの神社でおしっこしたりとかねいろいろ悪いこともしたと思いますよ罰当たりなことねたくさんしたけどまあバチは当たらずにえここまで来てるどちらかといえば幸福にねまあとにかく誤解を恐れずに言えばですよ僕はあの宗教的な人間じゃないですだけどですよさっき言ったように宗教的なこととかあの哲学的なことにいつもいつも興味があるなぜなんか面白いでしょ なだからあの興味があるんですよ。でそのいわゆる祈り祈りってどういうことですかっていうとそういうことなんですよね。祈りってなんかまあ誰かのためだったりあの人は祈るんですけどね誰かのためや社会のためやまあでも自分のためうん。 もう少し大きいですよね。普通、祈りというとね、やっぱりもっと大きい目的みたいなのがあって、で、まあ勝手にある意味、勝手に祈ってるわけですよね。あの、勝手に、まあ、あの、頼まれてないけど、まあ世界が平和になりやすなりますようにとかね、あの人間がみんな、あの、もっと良くなりますようにとか、ね、まあ、祈ってるわけですよね。で、まあ、それ、それの良い,いとか悪いとかは、まあ。 今の今回のトピックではない今回のトピックはそのいわゆる,祈る「祈る」「祈る」ということがちょっとなんかあの僕がやっていることに一番こうなんかこう的確に表しているというかしっくりきた感じがしたんですね。あれ僕は毎日毎日祈ってんじゃないのと思って「祈っちゃってんじゃないの?ね」日本語学習者の皆さんが 日本語がどんどん良くなりますようにあのなんか祈ってます毎日みたいなで実際そうなんですね毎日祈ってるわけですよねでもあの本当に皆さんはですねそれに別にあ,のありがとうと言う必要もないんですね祈ってくれ,くれてありがとうございますなんてそんなことは必要ないなぜかといえば僕は勝手に祈ってるからね頼まれたわけでもなくてあの本当に心の底からこれは本当ですからね心の底から あのたくさんの学習者が、まあ、だってみんな日本語話したい、ね、日本語話したい日本語分かりたい思ってますよねそういう人たちが話せるようになって嬉しいですよねで、まあ、そうなってほしい心から思ってる、ね、誰かが何かこ,うなんかこうやりたいことがあってその目標に向かって毎日努力してるわけですよ毎日勉強してるんですね。でそれがうまくいくといいいととな もちろん思いますよで僕はずっとそういう人たちを何人も何人も何百人も見てきたんであのうまくいくといいなやめなければいいな、ね、ずっとそうやって願ってますよずっとそうやって祈ってますよでそれを毎日毎日続けてるんですね。毎日毎日日ポッドキャストををってて教えてるとか,なんかこう情報をこうなんかこう ブロードキャストしててるっいいう気持ちはあんんまりななですねなんかこう「みんなあの応援してます」ね「今日も頑張ってくださいね」みたいななん,かなんかそういうトーン、ね、朝も昼も夜もあの頑張る皆さんをいつも見守ってますからみたいな、まあ、そういう、まあ、ニュアンスというかそういうスタンスというかそういうコンセプトで5年間祈り続けてきたわけですね。 そして祈りですからこれからもあの勝手に続けさせてもらうんですけど皆さんは特にあの感謝とかする必要もないしねえそんなの嘘だ私は何もそのエネルギーを感じないとまあそう思う人がいてもいいんですね勝手に祈ってますからあのまるで僕のおばあちゃんが勝手に「ああ哲平があの幸せになりますように」って勝手に祈ってるのと同じようにあの僕は勝手に皆さんの あの幸せを祈ってますから日本語の幸せね他のことは知らないですよ他のことは他のことはちょっとわ、あのー、かりませんなんなか頑張ってもうまくいかないこともたくさんありますからねでも少なくとも日本語は頑張ったらうまくいくっていうことは僕は知ってますから、あのー、頑張ってくださいそして頑張れるように祈るだけです僕は祈りながら今日も、あのー、寝たいと思います <laughs> 寝ますねそろそろ。 というわけで、チャオチャオアスタロイゴ、またねまたねまたね。またね